高橋 EM500 のコントローラーが故障してしまいました。1994年に作られた赤道儀で、30年ほどの年月を経て製品寿命をかなり超えています。赤道儀をピラー脚から外し、これからの対策を考えることにしました。 EM500 のコントローラーは天体の自動追尾とオートガイドの端子を備えていました。基板内の IC チップの故障が原因でしょうか。 IC チップは古く、修理は困難かもしれません。これを機に、以前から計画を進めていた EM500 赤道儀をオンステップ赤道儀に改修しようと思い立ちました。オンステップは自動導入機能のない古い赤道儀や経緯台が制御できるようになる技術で、多くの導入事例があります。最初は小型の課題で検証しました。防具のフォーク式赤道儀にオンステップのプログラムで動作ができるように改造しました。アルドゥイーノの基板に 3D プリンターのシールドを載せて制御をしています。フォーグ赤道儀の微動ハンドルの取り付け部にプーリーを介してベルトをつなぎました。 EM500 の制御は WEMOS R32 と CNC-V3 シールドのボードを使用します。赤道儀に取り付けるケースを 3D 作成します。ケースは電源、スイッチ、USB、コネクタを配置しました。ケースを 3D プリントします。赤道儀のギアケースにステッピングモーターを取り付けます。フランジのサイズが合わないので、アダプターを 3D プリントしました。ステッピングモーターを赤道儀に取り付けました。 EM500 についていたステッピングモーターです。コントロールユニットを組み立てて配線しました。ステッピングモーターを設計と席のコネクタに接続します。拡張性を考慮した結果、ケースがかなりはみ出してしまいました。オンステップの条件設定をします。ギアの波数やステッピングモータードライバーの種類などを設定します。赤道儀の制御はカーンデュシェルという製図アプリで行います。EM500 赤道儀で自動導入とプレートソルビングの制御が
可能になりました。オートガイドも正常に作動しています。EM500 赤道儀にオンステップの回収ができました。回収は昨年から考えていました。赤道儀が故障してしまったことでその決心がつきました。初めてで正直ここまでできるとは思いませんでした。オンステップを開発された方に頭が下がる思いです。この赤道儀を再び動かせるようになったので、これからも末永く活用していこうと思います。